こんにちは。インターンシップに参加させていただいている横山蓮と申します。よろしくお願いします。今回紹介させていただく観光地は横浜にある山下公園です。山下公園とは、関東大震災の復興事業として横浜市城役だった奈良岡徹らが市内の瓦礫などを使って海を埋め立てし造成し、1930年3月15日に開園しました。面積は 74.121 平方メートルあり、横浜市中区の海沿いにあります。開園40年の時に海を埋め立てするという話が出ていたが、実現されず現在のようになっています。歴史としては、1923年に震災後の市の復興支援の中で海遊遊歩道として立案された後に、震災の際に発生した瓦礫などの集積場として指定されていました。その後、海岸遊歩道構造から海岸公園として計画され、公園計画が政府案に組み込まれる際に名称が山下公園に決まりました。1925年の6月に着工され、1930年に山下公園が完成されて開園しました。その後、1935年に公園内で復興記念横浜大博物館が開設されました。その後、第二次世界大戦の終戦後の1945年にアメリカ軍によって接収されてしまいましたが、1954年にアメリカ軍から返還され、1959年にはアメリカ軍による接収が全面解除されました。その後、1961年から10年間、臨港鉄道線や多くの設備が着工され、設立されてきました。そして、1983年に園内で横浜不良者殺人事件という集団で山下公園内や付近のホームレスを襲撃し殺害するという大きな事件が起きました。その後、1965年には臨港鉄道線が廃止され、1986年に第1回神奈川新聞花火大会が開かれました。しかし、1989年に花火大会で事故が発生するなどの上がり下がりの経験をしてきた山下公園でしたが、2016年にはバラ園が開かれたりなど、今でも多くのイベントが行われています。皆様も横浜市に寄られたら、ぜひ一度来てみてください。この動画が気に入ってくれたら、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。